伝ったこと、言葉に下がってきましたけどね。やっぱね、この山を越えると、いろいろとね、売ってるものもね、変わってきますからね、楽しいですね。とりあえず、よっしゃ。こうやって、まあ、まずやっぱしね、こういうところ来たらね、地元のお酒ってことでね、なんだったっけ。今日はね、酒飯、読み酒屋って買ってきまして。美味しそうなお酒。ちょうどね、その、先週、薬の博物館っていうところに行ってきたんですね。で、まあ、お酒もね、まあ、薬みたいなところあるじゃないですか、山田さんにとってはね。っていうわけじゃないです。本当にその薬の博物館の中に、その、地酒の、いろいろ、その、滋賀県の地酒の、その、紹介みたいなやつもあって、で、それでね、ちょっとね、お酒の地酒もいろいろ、まだまだ飲んだことない、隣なんでね、なんやかんや来た時にね、それこそ、どん兵衛を買うついでって言ったらね、失礼ですけど、どん兵衛をね、西側のどん兵衛を買いに行くぞ、つってね、買いに行ったついでにね、大海のお酒をね、帰ってくることも多いんで、比較的7月の地酒はね、飲んでるんですけど、これまだ飲んだことないな、っていうんでね、買ってみました。読み栄の、これはもうそのまま読み栄っていう名前の、あれですね。なるほど。で、これは、厳重に。で、まあ、こっちに来たら、まあ、やっぱしね、関西のね、赤いきつね、買っとかないとね、いやー。あとは、何買ったかな？あと、大阪ってわけじゃないんですけど、ごぼ天がね、売ってる。で、ここ、二葉屋さんってすごくね、惣菜がね、豊富で、アイテム数が多いんですよ。彦根の店は今回初めて来たんですけど、前、長浜の店行った時なんかは、アイテム数90とかあって、そんなによくみたいな。惣菜アイテムだけ90ぐらいやったんでね。あ、多いんですよね。90アイテム多いなーって言うんでね。で、特にフライ以外が多いんですよ。こういうふうにフライも当然あるんですけどね。で、フライ以外のところだとね、こんな感じでね、ゆっくり、味付けたというね。こんな感じでね、結構煮物、まあ、煮魚とか売ってるとこ多いんですよ。ここはね、今の時間ね、ちょっともうブリと、あと何だっけ、サワラだったかな、だけになってましたけど、他にもね、時間帯によってはね、結構いろいろとね、ずらずらっと食らってることも多いんで、ここに付けがとかね、こういったのもですね、スーパー三種みたいな感じです。旅館地でいうところの。グループ的には今、バルオ参加に入ったのかな、なんですけどね。うん。あとは、こんな感じで、親子丼とかもね、結構しっかりとしてるからんで、これはまたショート動画でね、食べてもぐもぐしてたらそうかな、という感じでございますね。で、あとはな、食べたい時とか、まあ本当は、なんだったら写真をね、後から入れるんですけども、後から入れるのもよくても、これで出しちゃうっていうんでね。これもね、彦根市の鳥居本町ってなってる、この地元のやつみたいですよね。山代さんっていうと、そういうこういうのもね、意外とスーパーに行くと地元のものとかね、意外と知らないもの売ってますからね、聞かないともね、山代って、小野メーカーさんで山田とかあれですけど、じゃなくて、こういうのがあるんですね。よ、あとは、これはもう今からモグモグ動画作っちゃってもいいかもね。ここら辺あたりはね、旭川庵さんっていうね、ところがあるらしくて、の、こういう、どこだ彦根市高宮町ってなってるんで、高宮駅とかの多分すぐ近くのところら辺でしょうね。で、地元のお菓子屋さんやと、こういうのはね、いや、スーパーとかって、それは山崎のね、やつとかしか売ってないやろって思うかもしれませんが、意外とね、地元スーパーに行くとね、こういうのが売っとって、案外あるんですよね。うん。なのでね、マックスメニューとかでも結構ありますからね。そうそうそう。
というところなんです。これを押さえておきましょうというところと、あとは、これだから食べようかな。よいしょ。ぶっかけとろろそばが売ってたんですけど、これもね、よくしよう。読めるかな。丸高生命さんって、これも高宮町のところらしいんで、こんなんがあったんでね。これは今からちょっと、パッともぐもぐしようかな。よいしょ。ちょうど、もぐもぐ用のお箸とは用意してありますんでね。早速食べていこうかなと思いますよ。なるほどね。袋に入ってて。で、つゆと、とろろが入ってるパターンですね。とろろなんで、わさびもちゃんと入ってますね。警棒の食品。あ、金印じゃないんだ。そういうのもあるんですね。開けて、よいしょ。からこぼすと大変よ。よいしょー。お、墜落、墜落。普段私これの半分ぐらいのつゆで済ませますからね。まあまあまあ。よいしょ。ああ、いいですね。つゆだと。おお、これ。袋入れるとき、こぼさんようにだけ気をつけやと。で、この段階でも混じっちゃおう。でも、意外としっかりほぐれてますね。そもそもが。うん。下処理とかがしっかりとできてないところのやつ、安いやつでね、下処理ができてないやつとかだと、結構、ここの段階でね、結構、ガピガピでね、あれっていうことがあるんですけど、そのあたりちゃんとしてますね。あ、もう、もぐもぐじゃなくて山田座の方にしちゃいましたね。今持ってきてるカメラだと、縦で、ちゃんと撮れないんですよね、もぐもぐしてるのがね。よし。じゃあ、ピッと盛り付けて、山だったーと。ごちそうさまでした。いや、いいですね。シンプルイズベスト。やっぱこういうのがいいんだよ。見えて。結局やっぱこういうのがうまいんだよね。さあ。そうだ。有料道路だけの語学調べてみよう。琵琶湖をお菓子と、ETC 使えるんだ。120円で大橋渡れるみたいなんで。よっしゃ、行ってみよう。琵琶湖大橋も、こっから琵琶湖大橋どんなもんだ。